写真拡大全3枚第101回全国高校野球選手権大会第8日第4試合國學院久我山 3-19 敦賀気比13日甲子園敦賀気比の強打に屈した國學院久我山のエース右腕工業界投手3年目から涙をこぼした。一勝して歴史を作れたのは嬉しく誇らしい。もう2つ3つと勝ちたかったが自分はそのレベルに達していなかったです。先発で打ち込まれて右翼の守備に回った後再びマウンドに戻った。自分の野球人生は終わり。大学進学しても野球はやらないという。平日の練習時間は2時間30分と短い。効率的な練習を行い28年ぶりに聖地に乗り込んだ。真夏の激闘は2回戦敗退。全国での1勝を財産に新たなチームが始動する。武田宣令。